このチャンネルは、もこもこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、子猫の8割靴下猫は甘えん坊、初対面で膝乗り、おもちゃに神々ということでですね、この8割猫ちゃんがポポさんって言いますよ、ね、靴下猫でとっても可愛いですよね。こちらがね、初対面なんですけれども、どんどん近づいてきてね、猫兄さんの足をふんふんと匂っておりますよね。すごい甘えたさんかなって思うんですけれどもね。こうやってね、ふんふんと匂ってるのはですね、膝に乗りたいんじゃないかなってちょっと思ってたんですよね。お腹触っても怒んない。じゃあちょっとあぐらを変えてみようかな。どうするかな、ポポさん。ん？乗りそうでしょ？乗りましたよ。ねえ、初対面でいきなりね、乗ってくれるんですよ。たまらんねえ、この子。で、年齢もですね、8ヶ月ぐらいということでですね、本当にまだ子猫って感じなんですけれども、あら、今ね、サビ猫のしめじちゃんがね、こう箱の中を覗いておりましたけれどもね、この中にはおやつが入っているということでね、探してるんかなと思うんですけれどもね。あ、ポポさんはくつろいでくれておりますよ。もう香箱座りしてますもんね。うん、しめじさん、後でおやつあげるからね。お腹もふもふ。かわいいおてて。この靴下たまらんよね。なんか気になってる？おもちゃどうかな？子猫ちゃんなんで遊んでくれるかなとも思うんですけれども。一応見てはくれてる。ふんふんによって。遊ばないか。膝の上でゆっくりしたいんかな。なんか子猫ちゃんやったらね、おもちゃ見た瞬間わちゃわちゃってなるんかなと思ったんですけれども、そういう子ではなさそうですね。今回のお店は大阪京橋駅近くにある保護猫カフェ、猫の惑星ニャークルさんです。顎の下カキカキすぎかね。毛並みも本当にいい子ですよね。で、やっぱね、子猫ということでまだ細いですよね。お腹もふもふしてもね、ぽっちゃりさほどの気持ちよさはないんですけれどもね。いやー、かわいいわ。お腹もふもふもふ、でも触っちゃいますよね。あれ、今噛もうとしてない？少し活発になってきたかな。ね、噛もうとしてますよね。ということはおもちゃ見せてみようか。あ、そんだね、やっぱり。ね、今までくつろいでたんでしょうね。ちょいちょいしてる。で、周りの子たちも見てるんですよね。カミカミ。子猫ちゃんがカミカミする姿、かわいいよね。お、猫パンチもしましたね。ちょいちょいしてる。でも、膝からは降りないんだね。嬉しいわ。あ、噛んだ。あ、棒の部分噛んでる？棒がね、実は弱いんですよね。このおもちゃっていうのがですね、猫兄さん手作りの将軍というおもちゃなんですけれども、おもちゃの部分は強いんですけれどもね、棒の部分は結構弱かったりするのでね、あんまり噛みすぎるとね、折れちゃうんですよね。めっちゃ噛むやん、棒。あ、ひょっとしたら子猫ちゃんなんでね、歯がかゆいのかもしれないですよね。全然動けへんね。周りの猫ちゃんこっち見てるやん。ね、白猫ちゃんはヘテロフォニーちゃんって言うんですけれどもね。隣は藤尾くんって言いますよ。おとなしいね。あれ、遊ばなくなった？あ、まだ遊んでくれるか。すぐには反応しないタイプかな、ひょっとしたら。周りで振ってみますよ。あ、しめじちゃんが来てくれたね。あ、もう終わったか。あ、クロクロくんだね、この子は。あ、来てくれたけれども、ああ、遠慮したか。子猫を膝に乗せながらね、周りの猫ちゃんと遊ぶとかって、もう最高に幸せな時間かなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうかね。あ、ヘテロポニーちゃんが来てくれたね。おもちゃで遊びたいかな。ヘテロポニーちゃんはね、おもちゃで遊ぶよりもね、猫ちゃんにスリスリするのが好きみたいな、そんな感じの子なんですけれどもね、遊ばへんな。一緒に遊んだりとかしてくれたら可愛いんですけれどもね。ヘテロポニーちゃんもね、2歳とまだまだ若い子ですからね。体格差もそれほどないんでね、一緒に遊べるかなとも思うんですけれども、そういうわけにはいかんか。あ、噛む。噛んじゃう。ポポさんちょっとやんちゃかもしらんな。
ね、膝乗りやからね、すごいおとなしい子なんかと思ったんですけれども、あ、黒黒さんが来たよ。この子は本当に重量級なんでね、さすがに一緒に遊ばれへんかな。うん、カミカミ。で、将軍結構遊んでくれるでしょ。カミカミするのが好きな子はね、本当に将軍好きかなと思うんですけれどもね。膝の上に乗ってくれてるのはすごく嬉しいんですけれども、ちょっとね、動いてる姿が見たいということで、ちょっと降りてもらおうかなと思うんですよね。名残惜しいんやけども、全然降りようとしないんですよね。ね、動いてくれないでしょ。ちょっと強引にね、降りちゃいましたけれども。さあ、遊ぶか。あんま動かない？あれ？遊ばへん？あ、どっか行っちゃう？どっか行っちゃいました。撫でていこうかな。あれ、噛もうとするやんか、あんた。お尻タンタンタン。あ、遊んでくれた？どうかな？あ、一応ね、猫パンチとかはしてるんですけれども、走り回ったりとかはしないかな？まあ、そういう時間帯ではなかった可能性もあるんですけれどもね。隣はキクラゲさんって言いますよ。猫パンチしておりますけれども、この子も穏やかやね。あ、黒黒くんが来たね。一緒に遊ぶ？でもちょっと体格差ありすぎるんやけどね。見せてみましたけれども。あれ？お互いが遠慮し合ってる気がするんやけどな。みんな社会性見えついとるね。子猫ちゃんでそこまでね、気を使えるってすごいな。多分ね、走り回らないのは周りに遠慮してるんだろうな、この姿を見ると。ヘテルホニーちゃんも来てくれたんやけど。なでなでしてるよ。わちゃわちゃしてないということで、いっぱいなでさせてくれるのは嬉しいですよね。子猫ちゃんね、撫でようとするとやめてとかっていう時ありますからね、遊びたいみたいなね、そんな感じになるんですけれども。うん、掴んでる。カミカミにすんな。カミカミすんねんな。あ、ヘテラフォニーちゃん来た。でも一瞬で終わったな。ね、一緒に遊んでもいいと思うんやけどな。そんなにがなかなかね、まあ、慣れてないなって感じはするんですけれどもね。お腹ツンツン。やめろ言われましたけれども。それでも触る。あ、怒んないね。ちょっとおもちゃに夢中になってきたかな。あんま動かさん方がええかな。カミカミしたいんかな。噛んでる。いやか、このカミカミする姿めちゃくちゃ可愛いですか、この顔。いいやないの。猫ちゃんによってはですね、おもちゃを振らない方が遊んでくれるとかってあるんですよね。ポポさんもひょっとしたらそういうタイプかもしれないなと思った次第ですけれども、今日はね、ポポさんとは初対面だったんですけれどもね、遊んで甘えて楽しかった。皆様いかがだったでしょうか？ポポさんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫の惑星、ニャークルさんでした。